ンガーの最大の今日のピンチ、相手は菊池です。まあ、今日つくとしたらね、はい、インサイドの速いボールでしょうね。ちょっとシュート気味のボールね、今日は強気というバッテリーの攻め。打ち返した、バレンティンの横、ランナーは帰ってくる、同点、菊池のタイムリーヒット。8回についにカープが追いつきました。帰ってきた菊池、やはりこの男の存在は非常に大きい。ブキャナン打たれました。やはりインサイドでちょっとチェンジアップが流れていったね、はい、まあ、相当ね、私も、はい、ね、これね、ですね、チェンジアップね、インサイドでね、はい、インサイドでちょっと流れていったということは、チェンジアップをこれ続けたということですね、はいはい、三球ですか、うん、まだレフトスタンドはどやめいています。まあ、こうなってくると勝ち越しのチャンスということにもカーバーなります。3番の丸、一気加勢、畳みかける、そういった打力というのは今シーズンここまでのカープは十分に秘めています。セカンドゴロ、三振2つという丸、そして4番鈴木誠也が控えるという打順。矢沢さん、ブキャナンの心境はどうでしょうか。まだ同点ではありますかね。まあね、出しコーチが止めています。ライトから雄平、ライトの雄平からの後半球もありました。つながり始めたカープ打線です。まあ、かなり前に来ましたので、ここは帰ることができません。ピッチャーどうやら交代のようです。いくらか爪の甘さっていうかね、はい、ここかもしれないけどもね、爪の甘さが出たような。ああ、もったいないね、受けな好投はしたけどもね。7回3分の2、117球、10奪三振、被安打5、1失点という内容で、ブキャナン、いいピッチングしましたよ。今日のマウンドを終えています、うん、あ、失礼、天谷でした。スイングをしていたのは西浦だったんですが、西川だったんですが、天谷です。さあ、ベテラン天谷、バントの構え、空振り。当然ファーストサードシフトを取ってきます。だからバントをね、今のそうですよ、はい、バントをするにおいてもね、こう当たらないほどボールがね、変化するわけですよね、はい、独特のブキャナン の、はい、このボールということですね、はい、バント だったら当たるだろうというようなね、そういう思いがするけども、何度もチームを作ってきた鈴木誠也のこの打席です。外に警察しました。150キロ、ツーボール、ツーストライクです。今季ね、はい、このルーキーと、鈴木誠也はね、はい、11打数2安打なんですよね。あ、そうですか。あ、いやいや、はい、でもまあ分母が小さいからね、何とも言えないけどね。フルカウントです。次が
阿部。甲子園で悪夢の3連敗というのがありました。広島東洋カープです。2年ぶりの同一カード3連敗、その流れを断ち切りたい今日の神宮でのゲームです。フルカウント、ファー、バックネットに消えていきます。なんかね、打ちたい気持ちはね、はい、分かるんだけども、構えの姿見てるとね、膝をこう曲げすぎる、下にこう低く構えてる、はい、だから高めっていうのは伸び上がって打たず、今のようなファールですよね、はい、伸び上がって打たざるを得なくなる、膝をね、くの字にね、あ、曲げすぎてる、沈み込みすぎてる、沈み込みすぎてる。ファーストランナースタート、ファールで粘ります。まあ、4番の意識はないと思うけどもね、はい、なんかこう無意識に随分流行ってると思いますよ。この映像だとなかなかわからないけど、正面からの方がわかりやすいですか。センターカメラの方からのこの膝のね、くの字に曲がる、はい、曲がる頻度がちょっと大きすぎるような、もっといい時はちょっともっと立ってるような、はい、ファーストランナースタート、空振りの三振、なんとかしのいだルーキー。ただこの回、この1点、カープ同点に追いついています。